いいぞいいぞ、マルデック社、いや違うな、バリス5名家が保持してきた箱、おそらく女神の至宝を模したそれのみが私の知識欲、探求心、いやレゾンデートルに応えてくれる。およそ2000時間、いかに体感時間がほぼ無限といえ脳生理学的な限界はある。それでもこの城を乗っ取ったことで私の人生最高といえる研究生活を送れている。いやそうだな、彼の元で学んだあの日々には及ばないだろうが、夢、違う、断じてあれは夢などではない。今こそ私は証明してみせよう、この解析不可能なデータを解き明かすことで、あの三皇帝と呼ばれる連中よりも正しく偉大な主に仕える資格が確かにあることを。ふん、思った以上に興味深いことを調べてるみたいね。ああその通りだ、まさに猫の手も借りたいくらいだよ。だがあと一歩で解析は終了する。そうしたら特別に君にも。え？どうしてここにいるお前たち。いや、あんたが用意したゲームをクリアしてたどり着いただけなんだが。お久しぶりね、博士。なんだかんだニアミスだったみたい。クロスベル再次編以来だったか。ん？双子の妹くんもいるのか。ようやく研究に協力する気になったとか。ならない、何度も断ってるのに。いい加減うざいよ。だったらなぜわざわざ。ちょ、だから待ちたまえ。どうしてこの場所に君たちがいるんだ。ダージックルダレゴン、あの不可侵のデータ障壁を突破できるはずが。いや、財団の力も借りてきっちり突破させてもらったよ。ま、決め手はあんたの部下からだけど。とこれはオフレコだっけ。まさかシメオンか。確かに彼の異能なら解析さえできれば。いやいや、そういう問題じゃない。ハーウッドといい人格破綻者だらけか。上司たる私が研究に集中しているのに邪魔させる部下がどこにいるというのだ。ですが執行者とはそういうものだと伺っておりますが。だいたいじいさん、ゲームの形式に作り変えやがったのはてめえなんだろうが。それを最後まで絶対にクリアできないようにしてんのはいただけねえよな。そういうところだぞ、F ・ノバルティス。見まかった聖女殿の高潔さを少しは見習ってはどうだ。黙りたまえ。聖魂を失って少しは衰えてるかと思えば、あちこちで弟子を育てまくっては我々の仕掛けの邪魔ばかりしよって。そりゃまあ先生だしな。七組のもう一人のお弟子さんというのもものすごい人みたいですね。何でもクルガとも遠い縁があるとか。へえ、そうだったのかい。確か教会の第8位殿だったっけ。リーンの友人ならなおさら興味深いけど。私は一度会ったことがあるわね。一つ下だけど落ち着いた大人物だったわ。他の守護騎士さんたちよりギルドと積極的に連携してるみたいね。
何を和んでいるのかね。ここは君たちの雑談場所ではないぞ。だったらおとなしくラスボス戦を始めさせてもらうってことでいいんだな。正直あんたの調べようとしていることはこちらにとっちゃ二の次でしかないわ。でも盗まれたものの奪還が今回のミッションでもあるからね。アーティファクトと同レベルの解析不可能なデータに何を求めてるのか、そのあたりの是非については達成後にでも検証させてもらおうかな。もしそれが近畿の技術であるなら危機管理的な対応が必要かもしれません。はあ、反応兵器のようにかね。私はどんな技術もより好みしないが、植物的なものにここまで熱くはならんよ。それは確かに。反応兵器のレプリカも作ったら興味をなくされたそうですが。そうね、この人歪んでるけど、いわゆる分かりやすい科学者じゃないわ。どんな技術も上から目線ですぐに解析して、より改良されたものにした後は放置する。犯罪組織の幹部なら当然だろうけど、巧妙心っぽいところもなさそうだよね。そういうところはあの有名な三皇帝とも似てるような気が。あんな連中と私を一緒にするんじゃない。おいおい、孫みたいな年の部下にいきなりキレてんじゃねえよ。そうそう、落ち着きなって博士。クールにしてたらマット感最高なんだろ。あの子が言ってたわね。ってあなたその場にいたっけ。なんだ、いきなり様子が変わりやがったか。昔からその傾向はあったな。三皇帝との比較を嫌悪、いや憎悪する。そうなんだ。でも一体どうして。今回ご活躍のハミルトンなら確かに行動力は認めなくもないが、それでも全く足りない。足りない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 。圧倒的なまでに資質と才能が、ひらめきとセンスと独創性が足りないのだ。あのシー・エプスタインの弟子を名乗れる資格がある意味において。え、博士、あなた。話はここまでだ。お望み通り最終守護者戦をあつらえてあげよう。ただし、いわゆる無理ゲーとやらになってしまうだろうがね。従事情報、何かが来ます。の魔人だと。あれはクロスベルト帝国でバージョンを変えて投入された新規アイオンですが、確認された3タイプのどれにも結社に入って聞いたことがある。アイオンのアルファ、ベータ、ガンマ、そのどれでもない新型を建造中って。そうだったの。でも確かにこれはこの上なくそそるじゃないか。新規アイオン
タイプイプシロン。現実世界でもロールアウト直前の新型だ。本当はデルタにするつもりだったが、想定以上の性能だったので一つ飛ばしたよ。この機体をもって黒の定常第9領域の最終守護者とする。まあせいぜい頑張ってみたまえ。さすがに勝率はゼロではないはずだ。私は引き続き解析を再開させてもらうよ。まあ少しは彼のフォローもするがね。なめんじゃねえマッドシジーが。ただの巨体ではない。速度やギミック攻撃にも注意せよ。ロールアウト前なら隙もありえる。しのぎながらなんとか見極めましょう。ああそれしか勝機はなさそうだ。行くぞ裏解決屋。シズナ、ヨルダモン、全開で頼んだ。ウーラ、戦棒を満たす息吹を持って。魔人、鬼人の類なら望むところさ。使徒相手ならいい機会かな。新ナンバーの実力証明させてもらうよ。ボス戦開始ってな。のブラックボックスにこそ私の悲願が。博士の調べ物は気になるけど、まずは新規を退けるわよ。ああ財団からの大型 4SPG 今こそ果たすぜ。ああすまないね。ひらめいた。ここをこうして。こうだ。これぞ天才の技だな。こちらの手番だ。ブーストを攻撃を。イプシロン、さっさと片付けたまえ。あれあれ、見せてみよう。輝け、ブリリアントセクター。すまないね。我が太刀は灰、あまたの英姿が紡ぎし、無形の刀に。こっち、え、そして灰の太刀、ルテン光人。いいぞ、その調子だ。また無駄なあがきをしていたのか。諦めたまえ。本番はまず不可能だ。その機体はそういう風に作ったからね。自信満々にクソゲー宣言かよ。ルテンもいるね。なおさら乗り越えてみせようか。
2887層論理プロテクトを解除。見たか、三皇帝でもこの防壁は。敵神器、確実にダメージは蓄積しているかと。うん、 VR 処理にわずかなほころびを確認した。このまま畳みかけよう。うん、戦況はどうなってる。今は解析に集中だ。福読みは我が立場虚にして実。そこだ、奥義霊月一閃。よし、霊神ネメシスサーキットシグマ構築成功。あとは天の、いつの間にこんなに追い込まれて。よそ見してるからだろう。一気に決めるぞ。捉えた。ヒフリザン。もう私の一歩しろ。ふん、やるじゃないか。達人揃いとはいえ想定以上のスコアだ。だがマクバーンを超える戦闘力という開発コンセプトは間違っていなさそうだな。呆れた。そんな無謀な目的があったなんてね。何度も聞いた結社最強。確か先生は面識があるんでしたね。うん、あれは厳密には人ではない、天才のような存在と言えるな。割と詳細に聞いています。それこそ神器を瞬く間に溶かしたとか。聞けば聞くほどヤバいんですけど。できれば会って手合わせをお願いしたいんだけどね。そう、彼もまたこの世界の断りからきっちり半分外れている存在だ。人のように振る舞ってはいるが、その本質はどこまでも我々と異質。バン・アークライド、君が抱えている魔王と同様にね。その名前を。てめえ何を知ってやがる。詳しいことは何も知らないさ。いろいろと推測できて非常に興味深いがね。そもそも君たちはこの世界について一体どれだけのことを知っている。1200年前の大崩壊とは何だ。なぜ太陽の先にいくら行けども世界の果てにたどり着けない。どうしてアーティファクトはいかなる方法を使っても解析できないのか。そういった疑問に答えるヒントがあの深淵エリアには眠っているのだよ。そんなことって。始まりの地、いや、おそらくはそれを超えた。どうして MK は私の来歴も含めて。ああ、
MK というよりその上なのかもしれねえが、メアコーの正体もってことか。だがそういう話になってくると、 F ノバルティス、あんた自身の正体もってわけかい。バンさん、それは。そういえば詳しい話は聞いていないね。ギルドでも謎だった。人形兵器をはじめ現代文明の常に先を行くような最先端技術かといって、アーティファクトを積極的に使っているわけでもない。いかに13工房闇の技術ネットワークを抱えているとはいえ、それだけでは説明しがたいな。それこそ今回の核心に迫っちまった感じかよ。ああそうだ、私がどれだけこの時を待ち望んだと思う。常に世界から、いや歴史から、己を否定され続けているような疎外感、その絶対的な孤独感がわかるとでも言うのか。あんた平常深淵エリアのデータクラスター解析第0段階を完了。サンプルとして 0.00001% 相当の指定データをサルベージしました。おお、やったか。カマワン、マーズ3、今ここで読み上げるがいい。一体何を。何の情報だっていうわけ。19998期グランドアーカイブにおける必要歴1154年のパーソナルデータより抽出。人物名フリオ・ノバルティス、ゼムリア大陸中北部デマンジ自治州出身、動力工学創始者クロード・エプスタインの唯一の直弟子だが、研究姿勢の問題で同盟破門。その後は死と他元を分かち、独自の研究開発に没頭していくこととなる。あった、あったぞ。やっぱり間違いなかった。私はちゃんといたんだ。バカな、あんたがエプスタイン博士唯一の直弟子、なんでそんな話になる。グランマたちを差し置いてどうして。しかも1154年といえば、確かエプスタイン博士が逝去された年。博士の裏弟子という意味で、まさか。なるほどなるほど、これは面白くなってきたね。ダーキに唯一記された海底の。君たちには分かるまい、この情報が私にとってどんな意味を持つかを。だがこれが分かった時点で、英語回帰計画の全貌が私にもつかめた。こうなれば今からでも表に顔を出してグラムハートの計画に干渉。なりません、ノバルティス。あなたは。頭に響いて。女だと。まさか。一度だけイクスと一緒に会った。まさかこの場にいらっしゃるなんて。ノバルティス、
あなた方使徒には掟を与えたはずでしょ。この黒き城については多めに見るとして、私がグラムハート殿と交わした協定を保護にするつもりですか。滅相もありません。干渉といっても手伝うという意味で。それもなりません。彼と協力者たちは自らの手でことを成し遂げる必要がある。あなたの役目があるかどうかは、その結果がどうなるか次第でしょう。ですが。求めていた答えにようやくたどり着けた紅葉もあるのでしょう。ですが、この件に一月以上あなたは不眠不休で没頭していたはずです。今はしばしお休みなさい。またあなたの力を貸してもらうために。名刺よ、もったいないお言葉。貴様らの勝ちだ。黒の定常は明け渡そう。だが深淵エリアについてはこのまま解放させてもらうぞ。あとは今日の結果次第で。はじめましての者もそうでない者も、見くらう蛇が狩猟、名手と呼ばれている者です。ヨルダとは先日顔を合わせたばかりですが、随分と見違えましたね。レン、オーリオールの顛末以来ですか。ええ、お久しぶりね、名手様。結社から抜けようとした時に現れて声をかけてくれたんだっけ。そうだったんだ。もしかしてイクスのところにも。ええ、交わした言葉を伝えるわけにはいきませんが。あっさ、まあ無理は言わないよ。意外とマメみたいだが、改めてスプリガン、バン・アークライドだ。シュバルツァーやグラハムたちがいりゃもっと盛り上がったんだろうが。いいえ、彼らがこの場におらず、あなたたちが私と相まみえている。それもまた必然だったのです。青黒き狭間にさまようものよ。あなたは。幾度も聞いたその名、いつかまみえてみたくはあったが。どうやらこの場は顔見せに来ただけみたいだね。ええ、白金の姫、それに剣の乙女に元獅子殿、炎の巫女にキリンジュ、 MK の SC に天使を宿す者、原野の猫、灯台も。紡がれるべきことの葉は数あれど、惑わせるのは本意ではありません。まずは迫り来る運命を見届け、立ち会い決断するといいでしょう。ふっ、ごもっともだ。ウルリカ博士を。かしこまり、メシ様。お呼びに預かり、マジ強烈至極。ほらほら、博士、こんなところで寝てたら風邪ひくよ。ログアウトに付き合ってあげるから、ちょっとだけオッケーしようね。と
リマ、ゼンクリオッツー。この後もめっそう応援してね。それでは回転の果てに、またの開講を楽しみにしています。最終ガーディアンを撃破。グリムガルテン第9領域解放されました。グリムガルテンの全領域を攻略完了。またの挑戦をお待ちしております。マリーナ。